じゃあやってみましょうかみたいな感じのこと。そこでふわーっと、もっとゆっくり。シュース。はい。はい、お願いします。はい。はい、お願いします。うん、最後文句ばっかりでしょ。俺なんかそうじゃないから。耳を澄ますとかすかに聞こえる雨の音、思いを綴ろうとここに座って言葉探してる。考えて書いてつまずいて消したら元通り、12時間経って並べたもんは紙くずだった。信じてないけど、それなら君と出会った偶然はどんな風に読めばいいんだろう。混ざり合えてたなら、君のいない海を逃れようとしたけど、思い出の重さで目の前にあった。体が迷っているんだ、震えてたんじゃコントロールしたってブレンダー。世間体なんて関係ない、別に誰の目も気にしてない、成り上がりだって方法な目もくらむほど歪んでくれ。
し。そういうことすんの今まで思い出すのも忘れてたくらいの小さな思い出が大きな好奇心に変わる。とにかくもう一度会って話をしてみたいと歌ってみますか。